ではドラムセットトをを使わないいいいレーニングととうのをご紹介したいと思いますもうスティックも使わない状態ですけれどもまずはこう腕をストーンと落とすっていう練習なんですけれどもちょっと立ち上がってみましょうか腕をこう振り上げてそれをストーンと落とすこういう練習なんですけれども。 これってあの、もしかしたらもうすでに聞いたことがある人いるかもしれませんけれどもドラムセットに限らずこれパーカッショニストは本当にやるべきことなんですけどねこのストーンと落とすっていう行為なんですけど、まあね、この打面があってそこをまあ打楽器を叩くんですけどどうしてもそこを狙うと力を入れたままどうしても、ね、腕の力腕のこの重みっていうのを使いたいところを どううししてても力で行ってしまうのでっまの、あ、よく言われるのがその断面よりもうちょっと先の方を叩くつもりでストーンといくといいよなんていう話、えー、よくありますけれどもまあそういう意味もあって腕をとにかく自分の力でストーンと落とすんではなくて腕の重みだけでストーンと落としていくこれができるとできないとでは大違いなので、えー、打楽器やってる人はあの皆さんやってくださいね。 これ、まあ、右左でもいいです。とにかく上げて、あとはもうできるだけ力を抜く腕の重みだけで落とす。これもちろん慣れてきたら座ってでもできます。これ非常に大事なので練習しましょう。はい。であとは、えー、まあ、じゃあ手の方ですけれども膝の上に手を乗せて、まあ、手首つけちゃって。 パタ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 タですねこれだけなんですけど割と大変です腕疲れると思いますすぐでこ、えー、このね、えー、腕の前の方の筋肉使いますけど、えー、筋トレっていうのが別に目的ではないですうんもう本当にこの動きに対してちょっと体を慣れさせていくような感じですよねでやってるとすぐ疲れると思いますからそしたら、まあ、ちょっと休んで。 伸ばしてストレッチしてでまたやるこれ左右同じ動きができるようにこれが右左右左タカ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 ってやっててんかタカタカタラン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 とか左が思うように動かなくてタランタランタランになっちゃうみたいなことが起きるかもしれませんけどそれがタカ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 できるようにするうんでもいい練習になります でえー、その手首をもう上げちゃってもうちょっとこう可動域を広げて手首だけでトトトトトトト,トこれも十分いい練習になりますタン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 とかタタタタンうん、えー、この辺りとてもいい練習になりますのでぜひ取り入れてくださいじゃあ足ですよねえー、とまずやりたいのがこの足首 足首をこう上下させるんですけどこれ皆さんできるでしょうかこういうっいうのは手首と足首と同じようにこう動かすうんねこうやろうとしてもこう手首が固まっちゃって動かないとかこうなんかうぐるぐる回っちゃうとかってよくあると思うんですけれどもこれをしっかりと足首も上下 動かせるようにする。で、これっていうのは例えばどん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 って。まあ早く連打したいという時っていうのは？手で言えばその手首をね。もし足首が動かないとで手で言えば、手首をガチッと固定したまま、どん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 で叩いているようなもんですよね。やっぱり手首も一緒に使いますよね。手だったら腕と手首と全部使うので。 足全部の関節がきれいに動くように特にこの足首っていうのが慣れてないとなかなか動かない動きなので上下に動くようにします最初大変ですけど、まあ、慣れてきたらとととととともちろん左もやりましょうはいこれ、えー、とても大事な動きですね じゃあそのほかに、まあ、手と同じようにかかとつけたまま、まあ、つま先だけでこうですねこれももうすねの筋肉だけになりますけどこれもまあ筋トレという感じじゃなくてまあ本当に動きに対してちょっと体慣れさせていく感じでやります。えー、と 次はかかとですよねつま先つけたままかかとでこれは割と楽にできると思いますがこれも右下り右下りとか、まあ、両方とか、はい、これあの割とあの床響くのであの場所は選んでやった方がいいと思います。ですね。はい じゃあ、えっ、ー、と、次はもうちょっと全身使ったやつ、やりたいと思います。じゃ、あ今度は、えっ、ー、と、エイトビートとか、なんかの、このエアドラム。ですけど。えー、例えば、エイトビートだったら。ダッツ、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 ダッツ,ダッツですね。まあ、実際にスティック持って。エアドラムみたいな感じで、こう、やってもいいですし。一番どっか、足叩いて。 これでも全然構いません、うん、とにかく、えー、と今からやるのが大事なのはこの動きをしながらその各パーツバーストラムだとかハイハットだとかスネアだとかで今自分が何を叩いているか何の音符を叩いているのかどのタイミングで叩いているのかっていうのをちゃんと頭の中でしっかりと把握できるのが大事なんですね。なので

これで声出すじゃあスネアだけううううん、ターンうん、ターンうん、ターンうんターン、はい、このようにして、えー、自分が何の音符を叩いて,て、えー、るのかっていうのをしっかりと、えー、声出したり頭の中で、えー、イメージしたりするこれが大事ですね。16ビートでやってもそうですね「つくつくタクつくつくつくタクつくつくつくタクつく」。

まあ、やり方はねもういろんな、えー、ことを考えられると思うんです、えー、例えば右手左足左手右足とかその,そのバラバラに動かすということですね。とか、えー、右手右足左足左手とか、まあ、いろんな考ことを考えられると思うんですけども、えー、一つだけ、えー、割といいなっていうのがあってそれを紹介したいと思います。やってみますね右足 右手両足左手。もしこれあの今この映像を見ている人で一緒にできる人がいたら、一緒にやってくださいね。いきますね。せーの。右足右手両足左手。もう一回いきます。右足右手両足左手。右足右手両足左手。右足右手両足。 左手、最後右足右手両足左手なかなか難しいと思いますこれこうですねでこういうのも一つのこのパターンをやりながらさっき8ビートで、えー、ハイハット何やってるんだ右手ハイハットねどんな音符叩いてるんだとかのと一緒でじゃあこれ今自分が右足何をしてるか。 ドン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 じゃあ左足はうんえっとうんドン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 まあハイハイと想定してうんちゃうんちゃでもいいですけどねじゃあ手はうんた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 みたいな感じで声出して言う。 これ非常に難しいと思いますけどまあこれがね難しかったらもっと簡単にしてもいいのでとにかく一定のリズムをずっと刻みながら声出していくこの右足右手両足左手も割といい練習になると思うのでぜひやってみていただきたいと思いますもちろんそのほかに自分でじゃあこれ逆,あの逆にしてみようとか左足左手両足右手とかねいろいろ考えられると思うので挑戦してみてください。 はいえーまあ、以上が、えー、ドラムセットを使わないトレーニングでした。